ながら何見てるの？そうだったんだ。ほんとここいい雰囲気だもんね。撮りたくなる気持ちもわかるかも。前から気になってたんだけど、コウタが撮るのって風景ばかりだよね。人とかは撮らないの？じゃあさ、あたしを撮るのは問題ないの？決まりね。あ、でもなるべく可愛く撮ってよ。一応じゃダメだってば。人に見られながら撮られるのはちょっと、できれば人がいないところがいいんだけど。それならいいかも。ここを出たら戻ってみよっか。残ってなかったね。任せといて。どうすればいいかな。ポーズとかっている？これでいいかな。なんかカメラを向けられてるってだけで緊張しちゃうね。自分から言っといてごめんね。うまくモデルになれなくて。ああ、テレビとかで見る「いいねいいね」とかってやつ？カータもカメラマンのスイッチ入った？やられちゃった。コウタって乗せ上手だったりする？そうなんだ。今の言い方が慣れてそうな感じだったから、実は隠れて誰かを撮ってたりしてるのかと思った。これもテレビとかでよくあるじゃない？すごく口のうまいカメラマンがいて、アイドルとか女優とか誰でも絶対に脱がしちゃうの。下着姿とか裸にされちゃってさ、それでも本人は載せられてることに気づかずにいっぱい写真撮られちゃうってやつ。え、こうだ、そんなことしてるの？あ、私は絶対脱がないからね。
のお芝居もそれっぽいからおかしいよ。え？夕日？少しで日が沈んじゃうし、シャッターチャンスだもんね。緊張してるから風が心地いいよ。今になって恥ずかしくなってきたかも。ねえ、どう？綺麗に撮れてるかな？私が授業の時はいつも眠そうにしてるみたいじゃない。バレてる。でもさ、授業に集中してないってことではコウタも同罪だね。だって私のことばっか見てるんだもん。